栗渡栄一は佐川急便株式会社の持ち株親会社である SG ホールディングスの代表取締役会長である新潟県上越市生まれ1946年10月10日新潟県上越市板倉区出身新潟県立荒井高等学校卒業父は佐川急便創業者の佐川清母方の実家は 新潟において栗渡匠という土建屋を営んでおり、佐川もそこで働いていた。栗渡匠の社長であった祖父が佐川を見込んで娘を、目合わせるが、立和だが、生後5ヶ月の時に、佐川は栗渡匠を出本してしまったため、立和田は父を知らずに育つ。30代まで、日本国有鉄道新潟鉄道管理局貨物課に、勤務していたが、実ッである佐川の誘いにより、 1977年、東京佐川急便に入社。佐川の元へ行くことを決意したとき、立和田の母は、佐川さんに迷惑がかからないようにしなさいと、訓戒したという。入社後、しばらくして、立和田は社員を告示する、佐川急便のやり方に疑問を持ち、父に、このようなやり方では、社員は定着しないと直訴したが、正義なことを言うなと殴られた。 後年、立和田は、当時は次々にネットワークを広げ、全国展開していったイケイケの時代。受け入れられなかったのも、仕方ないかもしれないと10回している。1986年大阪佐川急便社長に、就任。1992年東京佐川急便事件の、攻めを取り、当時の佐川急便の持ち株会社である、清和商事の社長であった。 佐川正明が退任したため、後継として佐川急便社長に就任。社員に対し、労働基準法を無視した超長時間労働を強いていた父とは反対に、コンプライアンスに基づく経営を行い、社員を使い捨てにする傾向が強かった社風を一新する。しかし、労働環境が改善された反面、佐川急便の売りだった高収入も半減。 経営方針に対して、佐川清及びその番頭角だった旧経営人と栗和田との対立が深まる。2000年6月3日取締役会において、佐川清の意向を受けた、坂井保も港川誠生の両副社長が、立和田の解任動議を提出。当事者には投票権がないため、立和田を除く役員17人により投票が行われ、9、8で、 栗和田の解任が可決される。それを受け今度は逆に栗和田派が堺と港川の解任同義を提出。いずれも9、8で解任が可決され、代表権を持つ社長と2人の副社長すべてが解任されるという事態に陥る。続いて、当時役員の一人であった佐川清の息子である佐川港の社長就任を定義。9、9で同数だったが、 栗和田派が当事者である佐川港には投票権がないことを主張。これを認めさせ、佐川港の就任は否決した。さらに、巻き返しを図り、栗和田派による旧経営陣の切り崩し工作が行われ、役員二人が栗和田派に寝返り、立和田の社長再任が可決される。結局、旧経営陣によるクーデターは失敗し、創業者、 佐川清の影響力は一掃され、立和田が逆に佐川急便経営の主導権を確立する。2002年佐川清の死去に伴い、後継を真部国夫に譲り会長職に退く。2005年4月、真部の辞任を受けて会長在任のまま社長を兼務する。2006年に持ち株会社である SG ホールディングスを設立し、会長兼社長に就任。 翌年には、佐川創業50周年を迎え、シンボルマークの飛脚マークやユニフォームを一新したほか、展開中の2015年度を最終年度とする中期、経営計画では、約1000億円を海外の物流企業の買収に充て、海外で物流事業を強化するなどの策を講じている。2015年3月からは、SG ホールディングスの社長職は、リクルート出身の町田講師に譲り、 県人を解除。会長職千人となった。佐川急便再建3650日の戦い。4万人の意識革命、財界編集部。問題はもう起こさない。そう言い切って間違いない。東洋経済オンライン。 http://toyok.eiza.net i スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ,ュ652014年7月31日閲覧海外物流企業の買収2000億円 SG ホールディングスが発表日本経済新聞 h t t p w w w n i c k e i c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnastd270g yx20c13a3tj30002014 年7月31日閲覧ありがとうございます